全然ないから普通でいいっていうか、組み立てちょっとだけ大変なんだけど。それより問題なの、さすがに捨てられてはいらん、もったいない精神。経済回し屋が、この椅子背中のメッシュが潮干狩りですよ。言ったんじゃないですか。え、偉い人扱い。言ったけど友達だと。ともかくこれだけは、僕が起業した最初の日だった。ここが僕たちのオフィスってわけにいかないし、やっぱり、あ、え？うえぇ、かく、これやば。まさかとは思うけど、買った。あのさ、めっちゃ、僕とハルくんで、取りま出資金とかが20万円だよね。で、この椅子は、早くも倒産してんじゃん、初日ですね。知りんとこまでメッシュなんだぞ。だから、あ、へっ、手時、己の毒ガスを。メッシュだと、そのままこう。バン、危ない。いや、真面目。ま、大事大事よ。銀座布団2枚なのに。の椅子に決まってんじゃねえか。うちの縁大切にしねえとか文句言うやついるけど、俺横目にこっちは、エンジニアの環境ちゃんと、そうだ、エンジン。30万くらい？いや、ないはいいけど、何の会社なの、これ。